僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。いやー、今日はですね、もう歴史の日ですよ。歴史に立ち会った日、我々がゲームの歴史の、ほんとワクワクしたもんな、今日1時に、1時が来るまでですね、すごいワクワクしたでしょ。あのね、任天堂スイッチのですね、全貌がですね、今日すべてが明らかになったからね、君島社長が出てきてさ、いやー、君島社長だもんな、あそこで。ちゃんと社長出てくんのな。あの、儲かったとか儲かってないとかそういう問題じゃないですよ。僕はゲームをファミコン時代からずっと共にゲームで生きてきて、それで今日さ、その歴史の1ページにさ、リアルタイムで立ち会えたっていう、その喜びだけなんですよ。その喜びだけ。いやー、まさかスイッチがね、あんなクソハードだとは思いませんでしたよね、皆さん。あんなクソハードがさ、いやでもね、いや違う。でも、それは僕最初から想定通りだったじゃん、別に。あのさ、僕は一個ね、ずっと思ってることがあって、岩田社長が、あの、生きてる頃にね、ドワンゴの会長の川上昇と対談したことがあったの。その時に Wii U の失敗をね、その対談で初めてね、公の場で認めたんですよ。で、私たちはね、もうすでにこの Wii U の失敗を、もう、あの、生かして、次の NX っていうね、ハードにね、取り掛かってますと。Wii U でのね、反省点を踏まえて、今回 NX っていうのを作ってますって言って、その NX が聖地なんですけど、どこを反省したら、このハードが出てきたんだっていうかさ、やばくないか、君たちの反省の仕方。反省の場所めちゃくちゃ、じゃん。全然反省できてないじゃん。何だったの、あの反省っていうの。同じことやってるだけじゃん。ちょっとその、小手先を変えて同じことをやってるだけなんですけど。だから僕断言しときますけど、任天堂スイッチはですね、Wii U の二の舞で、売れずに、3年ぐらいで撤退じゃないの、これ。あのね、可能性はあるんですよ、もちろん。やっぱり、Wii U の中でもスプラトゥーンっていうキラータイトルがさ、生まれたわけだし、キラータイトルが、スプラトゥーン的なキラータイトルが、運よくポンポンポンと3個ぐらい出れば、それでハードのね、歴史は変わる。ただそのハードの歴史を変える、その3個を出すのがどんだけ大変なことかっていう話なんだよ。そして現状さ、今さ、PS4 が圧倒的リードでさ、その据え置き機をさ、トップを突っ走ってるわけじゃん。全世界5000万台だっけ？その状況でさ、同じ価格でさ、勝負してさ、大丈夫かよ、本当に。全く Wii U の最初の頃と同じじゃん、やってることは。で、何を反省したのか、そのハードにとって何が一番大事か、木を照らうことが大事なんだよ。だけどさ、それで Wii U ゲームパッドっていうさ、あの産業廃棄物を生み出してさ、で、それで定価が高くなって終わったわけじゃん。今回さ、全く同じなんだよ。あの、ジョイコンっていうのが、すごい原価が高いでしょ、あれ。いろんな変な機能を詰め込んじゃってるから、あれがなければ1万5000円で売れただろうよ、普通に。タブレット的なさ、ドックとタブレットだけでさ、まあコントローラーなんか Wii リモコンとか、今までのさ、クラシックコントローラーとかを流用できるようにすれば、1万5000円で売れたじゃん、今回のこのスイッチだって。で、もちろんそれでさ、あの、ジョイコンがさ、その1万5000円価格を上乗せする以上の価値がある、ギミックのある、そういうね、正しいハードウェアだったらいいんだよ。だけどあれって別に、いるかっつったらいらないんですよ。そう、1万5000円乗せてまでいるかっつったらいらないんですよ。任天堂の歴史見てみろ、ここ最近の。全部そうじゃん。これは、ドヤ顔で追加した機能が全部こけてんじゃん。3DS のさ、裸眼立体視って何だったんだよ。もういらねえじゃねえか。全員オフでやってんじゃねえかよ。あの裸眼立体視でなければ、どんだけ液晶が安くなったんだよ。で、結局この、Wii U ゲームパッド。あんなのなくていいじゃん。もちろんあってさ、あの Wii U のさ、なんかこう、紹介 VTR の時はさ、リビングでさ、こうパッて切り替えてさ、家族がテレビ見てる時はこっち切り替えてこんなん。あんなことやったこと一回もねえよ、別に家でゲームやってんだから。切り替えてやった試しがないし。全部それじゃん。そして今回のこれですよ。ガチャッ、ガチャッ、ガチャッ。そしてそこに、そのコントローラー、小さいコントローラー、確かにいろんな機能詰め込んでいいよな。例えばさ、ここにさ、なんつうの、モーション、
なんかモーションがわかるさ、そのカメラを搭載しています。こっちには NFC チップ、アミーボをカチャってやるチップを搭載してます。そして両方にね、すごい HD 振動っていうコップの傾きの氷が何個入ってたかもわかるぐらいの振動が入ってます。確かにこの機能は面白そうだし、僕としても魅力がある機能だと思いますよ。ただしさ、そのさ、機能を使ってどんだけのゲームが出せるのかつって、結局 Wii U のラガンリー対使使ってどんだけの出せたんだ。Wii U ゲームパッドをね、活用したね、どんだけのゲームが出せたんだ。その、定価に上乗せして、倍以上の価格になるまでの、その、インパクトのあるゲームは出せてないじゃん。ねえ。結局、今回のスイッチだってそうなるのが目に見えてんだよ。なんでそれが分かったかっていうとですね、ローンチタイトルのね、ワンツースイッチっていうゲームのですね、その、機能を活用するゲームをチラッと見たんですけど、結局そのさ、モーションコントローラーを使って何やらせるかって言ったらさ、こうやって乳絞り。こうやりながらこう下に下ろすことで、乳絞りでミルクがドビュって出るのを、二人で競い合う。そんなもののためにこのさ、定価を倍にしてまでさ、その機能をつけたのかっていう話なの。そしてこのモーションコントローラー IR カメラ、何に使うのかと言ったら、そのね、ワンツースイッチで、そのモーションコントローラー自分の口から5センチのところにやって、ってやって、バク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 って、なんつうの、ハンバーガーを何個食ったかを友達と競う。そんなもののためにつけたんですか。やばいぜ、これ。これってだからほんと全く同じなんだよ。Wii U の時だって、結局マリオのさ、スーパーマリオ、スーパールイージーを出して、で、もう一つ、ニンテンドーランドっていうのを出して、ニンテンドーランドで何をやらせたかっていうと、Wii U ゲームパッドの機能を活用した、例えばこう、なんか、手裏剣のさ、ゲームとか、だから僕はまあ、断言しておきますと、Wii U と同じようにですね、もしかしたら Wii U よりも厳しいかもしれんな。ニンテンドースイッチっていうですね、3万円も超えるハードはですね、まあ残念ながらね、終わるな、これは。ただね、やっぱり僕は任天堂のソフトメーカーとしては信頼を置いてますから、任天堂はね、ソフトメーカーとしては非常に信頼を置いてます。だから今回のもちろんね、ゼルダだってすごいワクワクしたよ。ゼルダの、しかも3月3日に発売、ちゃんとローンチで出すと。それはやっぱり嬉しいんだけど、やった！最後にさ、君島社長がさ、じらしにじらした結果さ、こう PV みたいなの見せて、最後に3月3日、よっしゃーってなるじゃん。だけどよくよく考えたら、あれ？おかしいなって。これって別に、Wii U を発表した時から、ゼルダ出ます、出ますってさ、ずーっと言っててさ、Wii U で出るって言ってんだから、別に Wii U 持ってりゃいいんだよ。スイッチなんか持ってなくたってできるじゃん。Wii U で同時でやるんだから。だから、ゼルダで喜んだ分は喜び損でしたよ。だって別に Wii U 持ってるし、僕。だからゼルダは、もう Wii U で3月、つうかむしろ去年に出てなきゃおかしいソフトなんだからさ、そこで喜ぶ筋合いねえんだからさ。だからゼルダはもう普通なんだから、だからゼルダのけときましょうよ。そしたら何にもないじゃん。ワンツースイッチとかいうのしかないじゃん。ねえ。結局スイッチのために何を開発してたかって言ったら何もさ、間に合ってないっていうことなんじゃないの？スプラトゥーン2だって夏でしょ？マリオのね、なんだっけあれ。なんとかかんとかっていうのも目がついてる帽子のやつだって冬とか言ってなかったっけ？僕もマリオはさ、てっきりさ、いきなり来ると思ってたのにさ、オデッセイ。しかも、任天堂の発売日なんて全くさ、当てにならないじゃん。まあね、でもね、もうね、任天堂のね、偉い人さ、今見てるでしょ？任天堂の偉い人見てる？もうこれ、決断の時だから。このまんまハードウェア事業は続けられないから、任天堂は。もうこれ、スイッチで最後にした方がいいと思うよ。もう世の中のさ、圧倒的な流れがあるじゃん。もうね、遅かれ早かれ、絶対にソフトメーカーになります、任天堂は。今の技術力、そして頭の脳みそ。どうあがいたって、ハードウェアとソフトウェアのビジネスで両立してやっていこうなんていうのは甘いよ、もう。これはね、本当に間違いないから。それか、いつになるのかわかんない。5年後、10年後になるのか、もしかしたら15年まで粘るのか、それはわかりませんけど、もう絶対遅かれ早かれ、あなたたちはソフトウェアメーカーになるんだから、だってそうじゃん。世の中の流れもそうじゃん。結局はさ、例えばハースストーンとかだってさ、ゲームがあってアカウント単位で登録したら、スマホでできて、タブレットでできて、ノート PC でもできて、なんなら、家のね、デスクトップパソコンももう、そのうちなくなるとは思うんだけど、まあそういうパソコンでもできると。そういう風になってるじゃん。
Steam でアカウントで登録してゲームを買って、そしたらもう、例えば、外でやるならスマホでやりましょう。で、ちょっとね、高画質でやりたいんだったら、このノート PC をさ、HDMI でさ、このでっかい画面でつなげてやりましょうとかさ、まあ、そういうのじゃん。PS4 だけだよね、なんとか前線してゲーム機専用のハードとして頑張ってんのは。多分 PS4 か、まあそういうなんかアカウント付けの Steam 的なもの、結局もう全部スマホに集約されるんじゃないの。スマホをどっかに出力すればもう相当なスペックになればさ、そうなっちゃうんじゃないかなと思うけどね。任天堂のハードウェアの生き残りの道っていうのは、僕一つあるのは、やっぱりポケモン GO プラスみたいな、ああいう子供騙しのおもちゃを3、4000円で売るっていう道しか残ってないと思うね。それしかない。だからアミーボっていうのは正解なんだよ。簡単に言うと。ハードウェアでもうゲーム機のハードコアなものは絶対に作れないんだから、アミーボみたいな全部子供騙しだけしかもう残ってない。ハードウェア事業はもうそっちに、だってさ、ポケモン GO プラス結構いいじゃん。Bluetooth で繋いでて、スマホと繋いでて。スマホありきで、そういうなんか、だからこういうさ、昔あったさ、スーパーファミコンのバズーカとかもさ、まあ子供魂じゃん、言ってみれば。ハードウェア事業はそっちに行くしかないよね。そう思っちゃった。ちょっと僕は今回のでね、しかもシェアボタンもつけちゃってるでしょ。このちっちゃいところにさ、PS4 でさ、好評を博したシェアボタンもさ、ちゃっかりつけちゃってさ。あとさ、もっとさ、やばいのがさ、PS プラスと同じサービス始めるって言ったでしょ。PS プラスと同じように、今まではね、Wii U でも、3DS もネットワークのね、対戦とか全部無料でやってましたよ。サーバー代とかもちろんかかるのに。だけど今回からは、なんと、秋にね、リリースして、スプラトゥーンとか対戦するためには、ゆくゆくはさ、月額課金取るっていう。それ子供たちにとってどうなんだよ。子供たちのさ、メーカーじゃないの、任天堂は。スプラトゥーン対戦するのにも何、月にいくらかかんの？どこを目指してるんだよ。いや、もう確定なんだよ、これがまた。今までね、Wii U と 3DS はもちろん無料でね、ネットワークサービスやってますよって。でも、秋から始める新しいネットワークサービスは、いろんな付加価値をつけて、月額課金でいきますよって、もう確定しちゃってんだよ。PS プラスがあんだけね、大成功したのを見て、やっぱり頭の固いさ、任天堂の中のさ、もう任天堂の中の人の頭がね、柔らか頭じゃなくなってきてんだよ。横井軍平世代のね、柔らか頭でさ、なんとかしてやろうっていう世代じゃなくなってきて、東大京大卒のね、頭の固い奴らが、過去を見て、未来を決めるタイプの人間ばっかりになっちゃってるから、こうなっちゃってんだよ。しかもさ、ワンツースイッチっていうさっき言ったさ、この乳搾りゲームとかを作ってるプロデューサーっていうのが出てきたんだけどさ、あのプロデューサーがさ、ミートピアのプロデューサーだったんですよ。僕がね、去年のね、最低のクソゲー扱い認定したですね、ミートピアっていうね、3DS のゲームの見守り RPG とかいうわけのわからんね、クソゲーのですね、プロデューサーがね、ドヤ顔でね、ワンツースイッチっていう風にね、紹介してたんで、それを見てね、これフリーアプリレベルなんじゃねえかなってね、思っちゃったんですよ。むしろワンツースイッチをさ、その5000いくらで売る神経なんだよ。あんなのスイッチの中に全部入れとけよ。だってそうじゃないとこのコントローラーの面白さが体験できないんでしょ。だってこのコントローラーの、だって 3DS でさえそういうの入ってたぜ、最初から。3万円のハードを買わせた挙句に5000円以上出してね、そんなフリーアプリを買わせるっていう神経だよな。あれ全部もう無料にした方がいいよ。だってそうじゃないとこういう面白さ体験できないじゃん。まあしょうがないよね、いくら嘆いたってしょうがないよ。だから僕が思ったのは、その付加価値を乗せるぐらいだったら、それなりのお金をかかるじゃん。だからそこのバランスをしっかりオッズに照らし合わせて、この機能を乗せなくても、1万5000円で売った方が世の中的には流行るんじゃないかと思ったら、そこの機能はね、乗せなくていいんだよね。そこをさ、やっぱりわかんないから、なんか面白いものを絶対乗せなきゃいけないっていう、もう、任天堂のそれ、悪しき慣習にとらわれすぎちゃってんだよ。アームズ良かったよね。アームズはね、だからスプラトゥーンみたいに化ける可能性があるから、結局任天堂のゲームの作り込み自体僕本当に信じてんの。ゲームの初心者にしっかりと向けて、そのスプラトゥーンだってさ、FPS 的なものをさ、あんだけ落とし込んでしっかりとさ、全員にわかりやすくさ、しかもゲーム性もすごく高い。あんな感じになかなか作れないからさ。今までのゲームとね、もちろん同じ部分もあるんだけれども、確実に独自の世界観で作ったじゃん。で、アームズは、僕は思ったのは、ベラボーマンじゃなくて、あれだね、バーチャロンとか、アーマードコアみたいな感じで、やっぱこう、両方の、こういう風にやるとこっちに進むとか、で、こう、やるとかやるじゃん。
で、まあ手は繋がってんだけど、結局はその近接攻撃と遠距離攻撃でバーチャルにちょっと近いんじゃないかなとは思ったね。でも面白そうだよね、あれも。対戦とかしっかりやってれば。うん。だけど、やっぱりソフト不足だよな。これからもどんどん出てくるのかな、ちゃんと。スプラトゥーンももちろん楽しみだよね。スプラトゥーン2、夏でしょ？で、マリオが一番楽しみだね。なんだかんだ言って。マリオオデッセイ。だって、リアルワールドになんかさ、普通の等身の人間とかが歩いてるさ、なんかニューヨークの街並みみたいなところにさ、マリオがさ、ポン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 って飛んでたじゃん。あのコンセプト今回結構良かったよね。しかもあれマリオギャラクシーの続編的な位置づけになるわけでしょ？あれは楽しみだなぁ。早くやりたいよ。まずはゼルダやって、あとボンバーマン。地味に楽しみなのは、ロンチにボンバーマンが入ってるってこと。ボンバーマンを持ち寄って、8人でできたら、まあ面白いよね。でもなぁ、やっぱり僕は今回一番期待してたのは、スマホ連動なんだよ。スマホゲームが、まあマリオランにしたってさ、ポケモン GO にしたって、これから出る動物の森、ファイアーエンブレムにしたって全部スイッチでできますよっていうのだったら、最高だったじゃん。あれの話が何にもないんだもんな、規定してたのに。だってあれ、さ、最初動物の森とさ、ファイアーエンブレムは秋に出しますよって約束してたんだよ、みんなに。僕たち株主にも。株主総会の場で。秋にリリースしますよって。それがさ、スーパーマリオランのさ、発表と同時にさ、どさくさに紛れてさ、3月末までに出しますよっていうの、伸ばしてさ、さらに今回何の発表もないってことはさ、いつ出んの？ 3 月末までにその2本絶対出すんでしょ？しかも利益に貢献するってことは、ギリギリに出しちゃって利益に貢献しないんだよ。当たり前だけど。ある程度サービスにインしてさ、時が経たなければさ、利益になんか乗るわけないんだからさ、で3月3日にさ、スイッチ出んだったら、いつ出んだよ、この動物の森とさ、ファイアーエンブレムは。嘘じゃん。利益に乗せるって言って、その利益を発表してんのにさ、大嘘つきじゃん、もし出なかったら。それによって僕、DNA 株買ってんのに。だからちょっとですね、今回のは、まあもちろんね、ワクワクしたし、すごい楽しみなところはね、楽しみなんだよね。なんだかんだで、ソフトウェアメーカーとしての任天堂は僕は何度も言うように、絶対的に信頼してますから。スーパーマリオランもすごく面白かったから。だからまあ、いいのかな。まあ残念ながらね、今回売れない。売れないんじゃないか。やっぱりなんだかんだ言って、据え置き機じゃなくて携帯機じゃん。で、本体のメモリが 32GB しかないんだって。32GB で、例えばマイクロ SD とかで 64GB 入れるとするじゃん。それでもさ、結局、何、外付けハードディスクって言ったらもう持ち運びができなくなっちゃうじゃん。だから、どうやってその内部のやりくりすんだよ。カートリッジ式になんだけど、ダウンロード版も発売するってことはさ、それなりにソフトが出揃ってきたらさ、どうやって入れ替えたりするんだろうね。その何ギガのものをさ、いちいち出かけるたびにさ、移し替えたりするのも無理な話じゃん。かといってさ、外に出かけるのにさ、外付けハードディスクみたいのをわざわざ USB で繋いでいったらもうおかしいじゃん。どうなんだろうね。そこしっかりうまいことやれるようになってんのかね。そこも心配だよ、ソフトが出揃ったら。Wii U はさ、もう据え置き機だからうちにさ、ハードディスクにごっそりさ、ソフト入れてあるからいいんだけどさ。まあ USB 端子があるってことは、外付けのそういうものは付けられるといえば付けられるけど、付けたところでそのソフトはも外に持ち出せないっていう。どうなるんだろう、その辺はしっかり対応してんのかな。まあちょっとね、いろいろね、まだまだ謎が残るというか、不安がね、つきまとうですね、スイッチのね、発表会になりましたけど、まあ出てくる人ね、まあもちろん今までのトップのね、岩田社長、一人で全部こなしてた岩田社長がいなくなったからっつって、今回はさ、まあいろんな人が出てきたのは僕はいいと思うんだよ。その高橋さんだっけ、ソフトウェアの、あと君島社長が出て、あとその下のさ、マリオチームの小泉さんだっけ、なんだっけ、そういう人とかさ、いろいろ出てきたじゃん。ああいうのはなんか面白かったよね。あ、セガの名越は何しに来たんだよ、あれだって。これも Wii U のさ、デジャブなんだけどさ、Wii U が出た時もさ、わざわざさ、名越さんが挨拶して、結局出したのさ、龍が如く1、2っていうさ、もう10年以上前のゲームのリメイク版を出して、それで終わりっていうさ。まあもちろん名越さんって龍が如くだけの人じゃなくて、セガのゲーム全体をさ、その仕切ってる人だから、別にいいんだけどね、スーパーモンキーボール、そう、スーパーモンキーボールとか出してるわけだから。あとヒーローバンクとかさ、
ったけど、ほんと言葉を選んだ発言しかしてなかったっていうさ、何のためにわざわざあそこまで来て、もっとバーンと言えばいいじゃん。龍が如くはね、セブンはスイッチと両方、PS4 両方で出しますとか言えばいいじゃん。まあ言うさ、名越さんにとってはそんなの言うメリットないけどさ、バーンと言ってくれればいいの、何にも言わないもん。本当にね、魅力的なハードだと思います。ワクワクする。だから、我々もね、それに負けないようにみたいな、それをうまく活かしてゲームを出したいです。うん。あれが大人の対応なんだなって思っちゃって。裏を返せば、お前らのハードになんかには龍が如くはまだ出さねえからなっていうのと同じだよ、あんなの。今回、あと宮本茂さんがあんまり出てこなかったね。前にね。あれはあえてそうしたのかもしんないよね。まあ、そんな感じでですね、ちょっとスイッチはやっぱり僕は不安の残るです。まあもちろん買うけどね、発売日にね。それにゲームも全部楽しみだけどね。ただ、やっぱりそれはさ、Wii U の時だって一緒だから。Wii U のゲーム僕は全部しっかりと楽しんでますよ。すごいいいゲームが出た。だけど結果的に、あんだけいいゲームが出ても、世の中的には売れずに3年で撤退した。うん、その事実を踏まえた上で、スイッチでいいゲームが出たとしたって、やっぱりさ、可能性はちょっと、さらに厳しくなってるよ、Wii U が出たところよりも。あの頃はまださ、ハードがさ、PS4 なの？ Xbox なの？ Wii U なの？って分かんない状態で、ああいうポンって出たじゃん。3万円ぐらいのハードが。今回はもう PS4 が世の中に5000万台出回ってて、今2万9000円で売ってますよっていうところから、新ハードでさ、3万円だもんな。ほんと厳しいよ、これ。あの頃とは比べ物にならんほど厳しいんだよ。それで同じことやってたら、これ勝てっこないでしょ。だから、任天堂的にはさ、あの、持ち運べるとか、カチャッカチャってやったりとか、その、お裾分けプレイっていうのが、すごく新しいことに思ってるんだと思うけど、全く別に、僕としてはそこまでインパクトの大きいものだとは思いませんけどね。やばいよな。もうスマホだからね、結局、世の中ね。何がお裾分けプレイだよ。一回くらいは盛り上がるかもしれんけどね、パーティーとかで。パーティーとか行かねえし、そもそも。なんだよ、パーティーって。パーティーで行く。なんか、こんなこと、なんかさ、バンバンとかやってたじゃん。あんなシーンないから、現実に。地球上どこ見たってあんなシーンねえよ。何がバーンだよ。あんなのやってたらどうする？桜水産とかで。気持ち悪いでしょ。外国人がさ、男と女でちょっとかっこよくやったらさ、なんか絵になるけどさ。気持ち悪いぜ、あれ。だからまあ、そんな感じですね。僕の今回のね、感想は。